マスオゲームズでーす。はい、皆さん、今回はですね、こちらゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムパート56やっていきたいと思います。まだパート1からパート55見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、まずは前回のおさらいをしていきましょう。前回僕はこのゲルドの町の周りの祠、そして洞窟をね、冒険していきました。たくさんあってかなりの数をクリアできたんですが、今回はですね、こちらゲルド東ゲルドの方に見えるこの迷宮をクリアしたいなと思っています。で、それが終わったらですね、メインチャレンジの4地方の異変調査で、プルアにこの異変調査を終えたよっていうのを報告しに行けたらなと思っていますので、ぜひね、皆さん最後まで見てってください。では、まずは迷宮に行きましょう。レッツゴー。で、動画外でこのね、周りを少し、まあ、冒険してみました。ミニチャレンジをクリアしたりとか、コログをクリアしたり、本当はね、動画撮ってたんですけど、ちょっとね、グダったところが多かったので、そこはね、カットさせていただくことにしました。さあ、この先に、その迷宮があるんですが、で、深穴もね、探検したんですけど、実はね、その、地下にもこの迷宮が続いてました。下の方にも迷宮続いてたんですけど、そこにはね、入れなかったんですよね。地下ではまだなんか、扉が閉じてて。だからまず、この、ね、迷宮、その地上の迷宮をクリアすることで、地下だったり、あとは天空の、その、迷宮に挑戦できるんじゃないかなって思います。熱い。赤チュチュゼリー。さあ、迷宮、もうそろそろ見えるかな。さあ、宝箱、そして祠もありますが、こっちですね。さあ、迷宮を、あ、迷宮さ、これもちろんね、堂々と言ってもいいんだけど、ちょうどこんなところにいい岩があるから、これでうまい具合に飛んで見ちゃうってのありだよね。しかもなんか、ちょうどこの辺りさ、ほら、上の迷宮もあるんだけど。行きたいところだけどね。どこだろうね、その迷宮のゴールは。で、さらになんか深穴もある。どの辺りだろう。この辺りちょっと入ってみる。さあ、降りてきました。迷宮です。こうやって見ると全然わかんないんだけど。お、ビリビリ。どこだろうな、ゴール。お、本がある。調査3日目、どこまで進んでも同じ景色ばかり、触れば体力奪われる、正気が至るところに。逃げたい、帰りたい気持ちを懸命に押さえつけ、今夜はここで休むことにした。目印のどんぐりは足りるだろうか、だって。お。
正気が嫌だから、正気用の装備にしましょうか。よし。下に感じ。地下があるのかな？あ、どんぐりだ。あ、ここは？4日目だって。ってことはこっちで合ってそうだ。おー。あったー！やったー！迷宮すごい順調。南ローメイの深穴。すごい順調に発見できたね。こんなにあっさり発見できると思ってなかったから。びっくり。そして、深穴も発見したから、そこもね、攻略してもいいですね。ラウルの祝福。大きなゾナウエネルギー。結構大きなゾナウエネルギーも溜まってきたから、ね、ガチャガチャしたいっすね。ちょっと足りなくなってきてるから。祝福の光。さあ、これで10個、そして HP 大回復でございます。で、以前ね、他の迷宮をクリアした時に、クリアしたタイミングで、その、天空のこう、なんていうのかな。なんか鍵が開かれたみたいな感じになったけど。今回もなるのかな？あ、ここだ、ここだ。お？大地の迷宮を踏破せし者よ。獅子をつかさどりし、我の名において。何時にさらなる扉を開かん。低空の迷宮、その北側を訪れよ。さあ、南ローメイの予言というのが追加されました。はい。ということで、先ほどですね、こちら、南ローメイの城、あと、まあ、迷路をクリアしました。で、そこからですね、地上から、この迷宮、あそこに見える迷宮まで、なんとか登っていけないのかっていうのを試みたんですが、残念ながらですね、やっぱ地上から行くのは厳しそうだっていうことで、今ね、近くの、はい、こちら、ラカショゴの祠というところに来ています。で、このラカショゴの祠から、このね、迷宮の北を目指して、飛んでいこうかなっていうね、今作戦を立てましたので、進んでいきましょう。ちょっとね、その、地上から上空に登るのとかもね、具だったので、少しカットさせていただきました。お、祠があるね。さあ、バッテリー一つ消費して、さあ、バッテリーもう一つ消費してしまうかな。自分で当たっていく。あっちにもあるのやっとかないとですね。さあ、バッテリーを消費したんですが、まだ自前のバッテリーが使えるので、いけそうです。ほら、ここをね、登ってこようかなと思ったんだけど、馬鹿げてたね。ああ。これバッテリーとかじゃなくて飛べる距離も決まってるんですね、一応。それ以上は飛べませんよっていう。さあ、ここ上に登ってみたいなと思ったけどダメそうだわ。南ローメイ城、上層だって。お。そして、なんかこう、シヤモツシの祠。さあ、上空にも祠がありましたね。どんな感じかな？物は押す。
福だ。消えた灯火。祝福じゃないね。ゴーレムの号泣。びっくりした。あ、はい、はい、おお、祝福とみ、あーれ、待って待って、あ、飛んでいけるってことか。面白い。祝福トラップだね、これね。はい、ということで、無事、ね、クリアすることができました。祝福の光。面白いな、この、上空のね、祠。さあ、で、この迷宮自体には多分祠なさそうですねってことは。南楼明城上層で、まるで遺跡というか、神殿みたいですね、これ。天球の迷宮を訪れし者よ、何時の英知を問わん。この迷宮に隠されし4つの端末、その全てに目覚めを与えよ。これ、どんだけ、すごいなぁ。普通にストーリー進めるんじゃなかなか。ね、普通にストーリー進めるだけじゃ、あれだね。時間いくらあっても足りないね。あー、ここ、登れないんだ。迷宮。地上と違って。あ、なんかありそう。重力が少ないから難しいね。さあ、こっちは？何やらいろいろあるけど。すごい、地上まで広がってるね。上まで上がりたいんだけど上がれないんだよな。どうするんだろう、ここ。4つの目覚めって全然わかんないよ、今のところ。じゃあ進んでない方向行ってみますか。こっち側行ってないから。ここはね、あ、なるほど、ここは別に掴めるわけじゃなくて。おお、めっちゃ上がった。さらにちょっと奥進んでみる？お？お？あ、なんかある。宝箱かな？よし。さあ、お宝ゲットー！ゾナニウムの盾なんですけど。ナニウムの盾、これ交換しちゃおっか。もう壊れかけてるし。これあれかな？こういう風に外からに見せかけといて。
から入る的なのもある。違うか。ないかな。こっからさ、なんかこういう風に行っちゃっていいよみたいなのない？実はみたいな。ダメだ。距離が全然足りないっすね。ダメだ、全然まだピンとこないわ。なんかね、ほころとかやってると、あ、だいたいこうやるんじゃねっていうのがさ、思い浮かんだりするんだけど、あそういうことか、もしかして。思い浮かんだかもしれん。ここでさ、通れルーフか。通れルーフをうまく使って4つの起動ポイントを探せってことなのかもしれない。さあ、なんとか、一番上まで来れました。で、大容量バッテリーと、これがその一箇所かな？目覚めさせようの。あ、違う？飛び込む？クリアした後に来るべきところだったのかな、ここは。どこだろう。まあ、いっか。一回降りてみるか。どうせね、通れルーフ使えばすぐまた、来れるっていうのは分かったし。あ！やっとー、一つ目、こんな風になってんだ。南楼明の予言。本来だったらどうやって来るべきだったんだ。こっから、なるほど、洞窟をちゃんと、迷路を、クリアしてくるのが成功法か。で、もし、4つとも同じようなところに、これ、あるんだとしたら、例えばね、もうこれ、上からさ、降りちゃえばもう、勝ち確じゃない？ってことで、またさっきの、入れるところに、避難して。ここでもう一回通りルーフ使ってしまおう。これで、また違う箇所行けたら、これが本当に一番いいやり方だよね。ここかな。あったー、二つ目。ずるいです、マスオ。上から攻略してしまうという。まあでも悪くないもんな。あと二箇所なんですけど、どこだろうね。でもなんか囲まれてるところっぽいから、地図のね。地図というか、この、迷宮の。だから次あそこなんじゃないかな。もう一つはそこかな？多分。あ、起動した。何が違うんだこれ。さあ、あと一箇所。はい。ということで、残り一箇所がこちらでございまーす。ちゃんとね、ミニマップチャレンジやれば、こういう風にどこかっていうのね、表示されるんだね。
もう反応しなかったところ、さっきあったって言ってたんだけど、そこはもうやったところだったんだね。さあ、これで4つ、クリアいたしまして、出てきたー。おー、すごい。一気に上空まで上がって、さあ、さっき見た砂のところに、出てきましたね。さあ、手をかざすと、天空の迷宮を踏破せし者よ。大地の迷宮、地の底への道、閉ざされし格子が開かれた。大地より遥か下、地の底へと飛ぶ勇気を、我に示せ。何時に最後の道を開かん。すげえ。空、地界空、天地界か。あ、天地空、あれどことどこだ。あそこか。天地空すべてあるってことか。こっからダイブだ。いけ、レッツ。ちょ、みんな、ジャーンプ!いくぜー!勇気を見せろ!あ!え?あれ全然違うじゃん、場所。こっちかい。普通に死んだ。さあ、そして。ここが南楼兵衛の地下層と。いうことで、地下の大洞窟に来ました。さあ、地下も地下でね。また大変そうだけど。お、ポーだ、ポー。ポポポポポー。地下の洞窟は登れるんだ。そして何やらあるっていうのと、あの、ここ登っていけるよっていう感じか。燃やすべきなのかな?で、宝箱。ゾナニウムの指、強いね、30はね。そして、よし。なんかさっきのさ、こう、重力に慣れちゃってるから、ジャンプしても全然ジャンプしてない感じな気分になる。あ。あれは古びたタイプですね。ゾナムエネルギーもらって。お。宝箱。そしてあっちにも続いてる。すげえ !54 が普通に落ちてるなんて。強いな。さあ、そしてこっちにも道がある。ポポポー。ここを登ったらどうなるんだろう。思ったけど。ああ。よくなさそう。しっかり迷宮をクリアしよう、まずは。で、ここは?
表というか裏というか、あ、敵だ。あれを倒せってことか。装備をとりあえず強くして、で、ご飯食べといて、上等だって。おわ、びっくり、早い。入れ替わる場所が、うわ、うわー、なるほどね。いやらしいね、結構場所が入れ替わってるから。普通に攻撃してこれで外して、で、さっきのゾナニウムの強い54で、攻撃を加えて、あ、そうだ、これで攻撃したらどうなるんだろう。ダメ？オッケー。攻撃して、よし、だいぶ攻撃を入れられた。一回使わせて、貯めて、オッケー、入れて、どこだどこだ。オッケーオッケー、ブロックゴーレム倒したー。おお、きたー。光線の頭、鏡、ゾナウエネルギー、大結晶だ。そしてついに3つついてるやつ。これ強いんだよな、多分。ゾナニウムの体験につけてみる？おお。よし、これで道は開っきり。地底の迷宮を踏破せし者よ。ボスなんだね、ここは。ここは訪れる者の資質を試す試練の場。踏破したソナサは、真偽体を備えた誠の人となり、獅子を司りし我の名において、その功績を認め、ふさわしい対価を与えよう。太古に封印された異次元の魔がまといし防具、さあ受け取るがよい。おお。南楼明の予言クリア。どんな防具だ？静けさアップ。異次元の悪霊の兜。異次元から現れた悪霊がまとっていたと伝えられる不気味な兜。簡単には手に入らない貴重な品だ。だってやばっ、怖っ。で、静けさアップってのがすごいね。へぇー。はい。ということで、無事、こちら、ね、クリアすることができました。いや、楽しかったね。では、一番最初に言ってた、監視砦に行きまして、最後にね、プルワに、このね、お話を聞いていきましょう。ちょっとね、急にストーリーからまた違ったところに飛んでっちゃうんだけど。
まあ最後少し話を聞いて、次回ね、どうしていくのかっていうののね、指針にできたらなと思います。ただ、ここ以外にも結構迷宮あるからさ、迷宮クリアしたいなっていう気分あるよね。久々だなぁ。で、この頭でさすがに聞くのは忍びないから、こっちにしとくか。お、おー、みんないる!すぐにでも行きたいズラ。ゾラが、私でもこの距離は。プルアー!あれ?プルアがいないよ?おお、リン、聞いてくれ。プルア様がハイラル城で何やら人影を見たって言うから、急いで上空から確認してみたんだが何も見当たらなくてな。へぇー。はっ、よっ、はっ。ここにいるのか、プルア様。プルア様。いた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 。ええ。リンク、話は聞いたわよ。リト族を襲った大寒波、ゴロン族を狂わせた美味しい岩に、ゾーラ族の生命線を怪我したヘドロ、ゲルト族を襲ったサジンとギブドの猛威。大変な調査だったわね。お疲れ様。でも全ての異変の裏にゼルダ様らしき影があったってことは、これはもう天変地異と何かしらの関係があるのは確実。実は私の方からも重要な報告が。ん?赤い月。お?いつもの読み込みの赤い月とはちょっと異変、様子が違う。プールは美人だな。あれは。リンク、これ見て。なになになに?ゼルダだー!姫様。いなくなっている。リンク、見た?今の。あれって姫様だよね。私からの報告ってのも、ハイラル城でゼルダ様らしき人影を見たって話だったのよ。やっぱり間違いないわ。城から出て行ったと思ってたけど、中にいたのよ。ゼルダ様の救出を急がないと。でも浮かんだハイラル城に私や兵士たちではたどり着けないし、やっぱりあんたに頼むしかないかもしれないわね。はあ、悪いわね、リンク。いつも危険な目に合わせて。でも頼れるのはあんたしかいない。絶対帰ってきてね。もちろん、姫様と二人でね。さあ、メインチャレンジ4地方の異変調査をクリアして、新たな異変、ハイラル城の異変、というのを、こう見つけたので、行かなくてはいけません、と。おー。え、これは、もうこれでクリアってこと?かなぁ。え、それだったら寂しいなぁ。いや、わかんない。もしかしたら、まだこれ全然冒険の途中っていう可能性はなくないと思うけど、でも、結構僕もうクリアしちゃってるからな、いろんなところ。はい。ということで、ね、ハイラル城に姫様がいるようです。で、次回どういう風に進めていこうか悩みどころではあるんですけど、はい、よく考えて進みたいと思います。僕としては、このあたりで一旦、イーガ団のね、総長、コウガ様の陰謀を、クリアしたいっていうのもあるし、あとはね、この天空で言ったら、さっきみたいな、このね、場所がいくつかあるんだよ。ほら、こっち。迷宮一つでしょ?ここにも迷宮あるし、計三つか?三
つ迷宮があるので、その迷宮をクリアするっていうのもいいし。はい。まあ、やることは盛りだくさんなんで、次回以降も楽しくやっていきたいと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。